どうも、こんばんは、N です。今回は東京グールリインボーク亡きを駆逐せよということで、前回半角ジャイモリの、駆逐やったんで、今回は亡きの駆逐をやっていきたいと思います。難易度は A です。使っていくパーティーはこんな感じです。中央にムカデ、熟練度は98ぐらいかな。で、右にサイコ、熟練度は 0% で、左にエトで、熟練度はこいつ 60% です。で、まあ光栄はこんな感じで、まあ光栄はね、スキル使うことはありません、基本的に。まあ、シフトは多分1回1周かな、ムカデを下げて出すだけのシフトだけは多分やるんで、その他はずっとサイコとエトのスキルを打って、まあ、ムカデマイタンブレイクみたいな感じになると思います。まあ、基本的にサイコですかね、このチームのキーは。で、まあ、ムカデのスキルがね、1ターン目溜まるときと溜まらないときあるんですけど、それはクリティカルが出てスキルチャージが2倍になったときが何回かあれば1ターン目で溜まるんですけど、今回は溜まらないですね。で、今回多分最低のパターンだな。あ、今1回スキルチャージ2倍が出て、もう1回出てまだこれなんですよ。で、熟練度 100% にするとムカデのアタックポイントが確か4かな、確か4上がるんで、まあ、それがあれば1ターン目で余裕でスキルは溜まりますね。まあ、多分これ前回も言ったと思うんですけど。で、このターンですよ。このターン、まあ普通の攻撃でブレイクできるんで、とりあえずエトのスキル貯めて、で、サイコのスキルを打ちます。で、まあサイコのスキルはガンガン打って、なんかあいつね、サイコを狙ってくるでしょまあ今見てもらったら分かる通り、サイコを狙ってくるんですよ。なんでちょっとサイコダメージ食らいがちなんで、まあ、10% しか回復はしませんけど、狙いつつね。デートで 0.5 倍にして、出血麻痺、両方かかりましたね。出血、か麻痺どっちかが付与する場合と、どっちも付与しない場合あるのかな。まあ、とりあえず出血と麻痺両方食らってるんで、ダメージ入りつつ相手の攻撃も制限しつつって感じですかね。で、まあ、あと、3ターンかな、このターン除いて3ターンの間はもうずっとムカデでブレイクしつつ、サイコの、体力も管理しつつなんで、一回そうだな、ここ食らってるんで、まあ、重装下げますか。ムカデの1ターン目以降スキルじゃねえわ、シフトはしないというのはちょっと前言撤回だな。あ、それでもやっぱり右を狙ってくるんだ。で、まあ、個人的な、感想なんですけど、ナキと半角ジャイマリを比べると、まあ、全然半角ジャイマリの方が強いですよ。あいつ何が強いって、自分の武器耐久値をその上限のマックスの状態からプラス1にして、武器耐久値のとこさ赤く1マス増えるじゃん。今黄色で何個あるんだこいつ、7個か、7個あるんだけど、ハンクジャイムリーそこからプラス1個で8個とかになるじゃん。それがまあまあ強いですね。これあれなのかな、他のキャラ同士の相手キャラへのデバフは重複するのかな。アタックアップ、重装がなかなか食らってるな。でブレイクさせて、ムカデのブレイク性能っていうか、なんていうの、武器耐久値を削る性能が、まあ、異常に強いですね。こいつマイナス7ですからね。相当武器耐久値が多くない、なかったら、ヤモリとか、半角ジャイモリとかみたいに武器耐久値がどんどん増えていくとか、そういうキャラじゃなかったら、まあ、スキル1回使うだけで確実に削れますよね。まあ、こいつの行動力は今のところ12あるんで、それだけで2枚削れますからね。
ザ・エンドお前がな。あーそうか、そう、物体窮地を強制的にマイナス2させるスキルあいつ持ってるんで、ブレイクしたらちょっとめんどくさいかもしれない。殺しちゃっても問題ないですよね。あったり、まあこんな感じで、でラストブレイクして全員で攻撃して、終わりかな。オッケーですね。あれ、あれ。はい。まあまあ結構押し合いの状態ですかね、グール勢人間勢。まあでもね、やっぱり人間勢の方が今んとこ若干なんていうんだ、劣勢の場面は多いですよね。僕も人間側なんで、まあ第1回第2回とですね、グール側が今と勝っているんで、まあ、3回目、3度目の正直ということでですね、人間側なんとか勝って、報酬いただきましょうということで、お疲れ様でした。今回の動画はここまでで終わりたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。